もし願いを3つ叶えられるなら1つでいい。来世でまた同じような今みたいな俺になりたい。はい、どうも、カスカキです。さて、今日の企画、まあ、企画でもないんですけれども、なんかあ、待って。ちょ、待って。ちょっと今日ぐらいキャラ変えてもいい？いいよね。ちょ、魔法のラップ、ちょっと、いい？触っちゃって。キュッキュッ。ヤッホー！ドアーニーですー。ヤッホー！お呼びですか、ご主人。どこにいるの、ご主人。あれ？あれ？ボスは？あ、ボスはもう捕らえられてる。え？ご主人は？おっと、携帯の？今、目の前にいる？あるいはパソコン？ iPad？ みんなかな？皆さん、こんにちは、僕、アニー。これから切れそうな試合見せていくよ。1試合目は切れそう。2試合目も切れそう。1試合目はね、声が取れてなかったんだ。2試合目は声が取れてたからブチ切れてるよ。ブチ切れてるのが嫌な人は見ない方がいいかも。1試合目はアラジンについての感想を言う試合になるよ。一緒に見よう、この世界を。スプラトゥーンは切れそう。とにかくブチ切れ。さあさあ、ちょっとね、ちょっとオープニングね、完全に頭おかしかったかもしれないんですけれども、まだね、ちょっとね、おとぎ話のね、このドキドキ感が抜けてないんだよね。実写化アラジンを見てきました。はい。でね、アニメのアラジンはね、もちろん見たことあったんですけれども、やっぱ実写でもね、もう何回見てもね、もうダメだわ。ディズニーってもうね、すげえハッピーになるんだよ、見終わった後、マジで。ディズニーってほんと夢の国だなって、ディズニー夢の国っていうか、ディズニーはほんと夢があるなと思って、夢があるってちょっと言いが違うか。なんかもう夢の国に迷い込んだみたいな。もうすぐアラジンの話しちゃったけど、この試合マジで切れそうになった試合ですね。いや、試合は、結論的に言うと勝ったんですけれども、死に方が、マジで、もう、そんなことあるみたいな死に方がしょっちゅうあって、マジでブチ切れながら、このボブとかさ、ヤグラが連れてきてんだからな、マジで、ありえねえだろみたいなね、ほんと、ヤグラ、ほんと、魔法の絨毯じゃねえんだから勝手に動くなよみたいな話だよ、ほんとマジで。みたい。あとでね、あるから、ヤグラが勝手に動くの。お前、魔法の絨毯勝手に動いて、お前、ご主人様置いてかねえぞみたいなところがあるから、マジで見てほしい。おい、マジって感じ。いや、それは言うなら、ジーニー。やば、俺ちょっとテンション高えわ、今日。頭おかしいかもしんない、今日だけ。今日だけ俺じゃないと思って。うん。今日だけもう、俺じゃない。一試合目の俺は俺じゃないと思って。うん。でね、アラジンね。いや、マジ最高っすよ。マジで最高。見せてあげよう、輝く世界、プリンセス自由の花を、ほら、みたいなね。いやー、もう、最高だよ。ほら、魔法の絨毯動かないだろ、こんな今見た背景。ほら、水没したんだけど、ヤグラが勝手に動いたんだよ、お前。お前、魔法の絨毯はな、もう、ここに飛んできてくれって時に飛んできてくれんだよ、本当に。マジで。あんまネタバレは知ってしたくないから言いたくないけど、魔法の絨毯マジで可愛いんだからな。ヤグラてめえよ、おい、ヤグラ、めえもちょっと考えて動けよ、ご主人様のためによ。本当によ。いや、このナイス玉もそうだけどさ、ナイス玉ってさ、すべてをさ、もうこう集めてさ、攻撃するじゃん。そういうキャラクターがいるんすよ、誰とは言わないけれども。いやね、やっぱね、自分の気持ちをね、しっかりね、述べて、人の幸せをね、幸せにできるような。やっぱね、ディズニーはいいっすね。俺だからもう、おとぎ話の世界に行きたくなったもん、俺今、絵本に入りたい。ジーニー、絵本に入りたーい。いやー、すいませんね、1試合目はね、切れそうなところの説明とかすればよかったもののね、この俺の心にまだね、まだね、ちょ、夢の国でね、ちょっと頭ふわふわしちゃっててね、アラジンの話ばっかりしちゃっててね、いやーもうね、でも高まりすぎてね、もう仕方なかったんです。まあ、2試合目はね、その時のリアルタイムでね、切れてるやつなんで、よかったらどうぞ、切れそう体操、トポトポ。いやー、マジでね、2コマぐらい、2、3コマぐらいの試合ね、切れそうになったんですよ。まあ、1コマは勝ったんですけれども、いやー、ほんとにねー、俺、スプラトゥーン世界一好きなゲームだし、スプラトゥーン以上にハマったゲームってないんだけれども、でもね、いつもね、こんなに、おいなー、
こんなに、マジでね、なんで強くしてんのかな。あ、炭酸ボンばっか投げるやつか。はい、こんにちは。お前大きくしてな。お前、大き、あれだぞ、欲っていうのは大きくした方が、どんどんダメになっちゃうタイプだからな。うん、変わらないようにしろよ、マジで。ほら。はい、そっち。いいね。いや、キル取れるけど、ちょっと、ヘムヘム。いや、これ、そこいたよね。な、おい、多くねえか、ちょっと。もうどんだけ倒しても倒しても、ゾンビみたいには帰ってくるからさ。なにこれ、バイオハザードなの、このゲーム。なんで倒しても倒しても。遊び集めだから倒してたのに、おい、なんで入れられたん。おい、おい、やったけどさ。炭酸ボーイやったけどな、もうた、炭酸ボーイも転がった、倒した後に何、倒したら持ってた炭酸が飛び散るの、何持ってた、死んだら炭酸なくなればよくない、飛び散るんだ、投げた炭酸が飛び散るならわかるけど、今持ってた炭酸飛び散ったんでしょ、試しんだと。やったよ、縦振り。いや別に今日ね、悪くはないんだよ別に、エイムとかも立ち回りとかもなんか割と、でもね、なんかね、勝つ時の試合もね、勝つ時の試合は、もうなんか、めっちゃ頑張って勝つのよ。でも負ける時の試合は、一瞬で負けんのよ。そんなことある？オッケー、これね、いける。これ一人で。いや、ごめん、無理か、無理か、無理か。おい、洗濯機、お前。そんなに洗濯したいんだったら俺んち来て洗濯しろや！おい！洗濯したいんだったら別にしていいから。いや、あそこに泡あるけど、これ持ってけないな。どうしようかな。これ1個取っちゃえばいけるけど。右にこれ、ヘイト行ってる間に、これちょっとタイミング合わせて飛べ、入れれー、オッケー、見たか。あ、まず3落ちしてる。これ、終わったやつだ。あー、ロボボム、あー、あー、やばい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 、やばい。いやいや、逃げる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 、逃げた、逃げた。よいしょ。さて、危ない危ない。もう頑張ってね。俺マジ命削りながらスプラトゥーンやってるわ。いや、あくまで、俺はスプラトゥーン大好きなんで、そこいたよね。オッケー。あくまで俺スプラトゥーン大好きなんだよ。でもさ、たまにね、マジほんと精神的に来るときあるんですよ、ほんとに。オッケー。こうやってね、ローラー持ってできてるときには、まだね、いいんだけれどもね、新武器とかのときにね、縄張りやってるとね、精神的に来る。特に動画撮影のとき。よいしょ。それ行くぞ、また今の戦法で塗ってからやる、あれ塗ってこれで、これもういける。いやー、見たか、これスナイパーアッキーだよ。誰も俺の存在には気づかない、誰も僕には気づいてくれない。もっとね、主張したい、もっと主張したいんだけども気づいてもらえない。まるでなんか儚い恋みたいだな。自分からは言えないけどね、うん、みたいなね。でも俺は今入れたから、自分から、俺自分からもうガツ、あれガツガツはいかないけど、もう自分の意見主張するタイプだからね。もう今、ガッツ入れたから、本当に。もうどんくらいガツガツしてたかっていうと、もうね、二郎系ラーメンの、もやしマシマシ。うん。しかも二郎系ラーメンって、もう二郎でよかったわ、今別に。でもね、二郎系好きなんだけど、二郎食べたことないんだよね。これ男、二郎ってわかるかな、もやしがたっぷり入ってたね、うめえラーメン。ロロ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 ロ、逃げないよ。あ、なに、急にどうした、何今の、もう、なん、あ、やばいやばい、入れられた、あー、飛ばれてる。いや、左、それやる、それやる、それやる、当てた、当てたけど、わかった、これもやる、これもやる、わかった、わかった、これもやる、これもやる、これもやるよ、やる、やる、やった、やった、3枚やった、3枚やった。ま、な、リードされたよー。いや、大丈夫、大丈夫、カウンター、いや、カウンター、ここできないんだよなー。右みたいに先にスニーキングキル、スニーキングキルっていうか、スニーキングで入れてもいいんだけどさー、結局、やっとく、これ。仲間大事だから。あと2個か。あそこにだいたい4つできるから。道だけ作っとくけど。右見てる人いるよなぁ。だるいなぁ。待って、この1個と、そこに落ちてる1個入れるよ、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 入れたよ、入れたよ、入れた、勝てる勝てる、オッケー、リードリード、お前勝てるぞこれ、おい、やべ、おい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 、なんで負けたの、おい、最後頑張って入れたのに、もう。もうゲーやめよう、もうゲーやめた、もうゲーやめた、マジでやめた。ね、別にこれ、俺が、もうダメだ、精神も、もう、ああ、29、肉の日じゃねえんだからいいんだよ、そんな下げなくてよ。